あの三浦瑠麗さんが朝間生まに出てらしたみたいであのなんか終わった後宮城山流?ヤヤ」<laughs> っていうなんかあのお酒を飲まれて、まあ、リラックスす大変ですよね朝生ま出る方はね朝まで起きててそういう感じになっちゃいけないわけですもんね。でそれでなんか三浦瑠麗さんがあのバズってるっていうかトレンド入りしてて「シアニュースジャパン」ってこれ「シアニュースジャパン」って不思議なあれですよねな,なんなんですかねこの「シアニュースジャパン」って。 よく見るんだけどあのこれはどういう系統のまあ要するにまとめサイト的なニュースなのかなえっとなそれでまあどういう批判されてるのかなと思ったら MMT かなんかにおっしゃってついて三浦さんが言ってたみたいで MMT で財政出をしすぎると円が、えっと、下がって買えなくなるみたいなことをおっしゃったのかなでそれに対して、えっと、ネット上でなんか。 財政出動すると為替円が下がって日本人が貧しくなるから財政出動はしない方がいいとかいうことをミラルリーさんが言ってたけどどうのこうのとかミラルリーがしゃべるたびにアメリカのホームドラマみたいに笑いの効果音を入るようにしようとかえっといろいろ書かれてるんですけれどもなんかなんでここまでうーん みんな、あのー、謎なんですよねこれ日本のそのツイッターのなんていうか論調というかこれなんかねそらく基本的に批判的思考とか議論のトレーニング受けてないからこうなっちゃってるんだろうなって思うんですけどあのディベートとまた違うんですディベートっていうのも日本だとなんか非常に何というか表層的でうわふわふわなことしか 書かれてないことがあの言われてないことが多いんですけどなんかそのなんて言うんですかねえっと日本人の,の TwitterJ の特徴っていうのはなんかあのなんかえー、なんかこの人はバッシングしていいんだとかこの人はバ,バカという設定にしようとかこの人は論調が違うというふう、えー、にすると何を言ってもいいみたいなあの雰囲気なんですよ。でそのこれ前にも言っったんですけどその炎上っていう のが日本だと炎上した人対多数みたいな捉え方をされることが多いんですよね。これすごく日本人の非常にあの日本の文化の大きな特徴だと思うんですけど、あの外国でフレーミングって言うとむしろそのえっ、ー、と何かひなんか個人なんですよ。そのえっ、ー、と例えばじゃあ誰かが激しい言論をするとするとその激しい論言論をする その人ががフフレーミングしてててるるわけであっっ周りがフルぼっこにするってことじゃないんですよだから日本の,そのツイッター上の意見ってじゃあみろーがなんかむちゃくちゃなこと言ったからフルボッコにしていいんだとかそういうの炎上っていうことが多いんですけどあのー、なんかまあ,あそうシェアニュースジャパンですねピンと外れてる話が長い内容は薄っぺらってこういう形でそのまとめるんですけどシェアニュースジャパンって何なんですかねこれ。えーとおそらく ね、Twitter とかまとめていろいろやるまとめサイトすっげえたくさんコマーシャル入ってますよね。すごいなあ何ですかコマーシャルそうですね。あの,こ,のこれだからピントが外れている話が長い内容をスっぺらっていう感想を抱い,いた人がいたとしてもいいんですけど日本のこういうまとめサイトとかの問題点ってそれがあたかも不特定多数の人の コンセンセサスでであるるかのよような構成をするんですんねでその論点ももうちょっとなんか MMT とか財政思想については興味深い論点があると思うんですけどそこについて具体的に指摘するとかカウンターポイントを出すってなんだって面白いんですけど単純にそのなんかうわーってなんか寄ってたかってフルボッコにしてる体でやってるだけなんですよねだからあんまり面白くないというか。たたまたま今回三浦,浦さんがこういうい形で 対象になって,てそれをまとめてあ,のあたかも三浦瑠麗さんが世,世間というものがあって世間からフルボッこされてるような体になってるんですけどこの構造自体あるいはこの構造に乗ってる人自体が知性が非常に低いなとはっきり言いますけど <laughs>、うん、もう自分たちの愚かさ加減に気付いてないんだなって、まあ、僕もごくたまにというか時々こういうものの対象になることが分かるんですけどほとんど参考にならないですよね。 言ってることがそれは何でかというと今言ったようにバランスが取れてないからですね。っていうかインディビジュアルそこにこうこというものがないからつまりここ自分はこう思うというのがあってそれでエビデンスとかその論点を精査してっていうよりも単に世間はこうなってる今フルボッコって見られるっって状態になってるだからそういうのって俺もウェーってやってるんだみたいなそれ以上の個別の知性を感じないからなんか極めて知性が低いなと。 感じますでも別にこれ三浦瑠麗さんあの友人だから擁護するために言ってるというよりも単にさっきトレンドワードで三浦瑠麗っていうのが出てきたから何かあったのかなと思ったら単に浅生での発言に対してそういうフルボッまた物を考えない人たちがフルぼっこ状態にしてるっていうだけだったんであつまんねえ話だなって MMT とか財政の話については議論すべきことはたくさんあると思うんですよあの円は基準通貨には残念ながらなってないんですよねドル,とか円に比べあドルとかユーロに比べると。 で記,述通記述通貨になってる通貨は比較的 MMT 的なあの要するに通貨発行がしやすいってことはおそらくそんなに外してない話だと思うんでだから円は記述通貨要するに国,国際取引の決済の取引の媒体にそんなになってないからあの円をのほにあにこうやって発行しすぎると困るよっていうのは一般論としてあり得ると思うんで。 そんなに僕はその浅の真見てないんでわかんないんですけど三浦瑠さんの言ったことをそこまで外してないんじゃないかって気がするんですけどまあそういうことで皆さんあのそういうなんていうか世間対なんかけしからんやつっていう構図を作ってその世間っていうかコンセンサス持ってる人たちは賢いんだよねって「俺もその一人だよね」とか言って逆にもの考えないであのツイートをしまくるのはやめた方がいいんじゃないかなってあんまり面白くないし参考にならないし何よりも自分のためにならないんで。 という感想を持ちました文官だったらまた <laughs> いくらでも文句言ってきてくださいっていうかもう全くそういうの慣れまくってるんでなあの面白いこと言ってたら聞きますけどあれ読みますけどあそうじゃない限りあまたやってるわと思うだけなんで、はいえー、皆さんそろそろそういうモードから出た方がいいんじゃないかなと思います以上です。